はい、これは僕が中学の時の話なんですけども、僕は生まれて小学校4年までは岸和田、大阪の岸和田の方で、育ちまして、で小学校5年生から奈良県の方に引っ越しをしたんですけども、その時に岸和田の時に2個上で今現在のオリックスの清原選手がいまして、はい、でまあ中学の時そのもう奈良に引っ越してますけども、その時に PL 学園清原桑田がものすごい、はい、すごい時やスターになってる時で、ほんで荒木君昔岸和田におったって言ってたん、そうちゃうのって、あそうやねって、僕兄貴が2個上におるんで、卒業アルバム、小学校の卒業アルバムあるんですね、それ一緒に載ってるんですよ。あそうか、それを奈良県 その田舎の学校に持って行ったら、もううわすげえ PL 学園の清原やみたいなことになってるんですよ。うわ見て見てって、もうみんな集まって、もうみんなうわ見るわけですよ。でまあその時小学校の時から有名やったんですね、清原選手は。もう球技大会とかでもうバッターボックスに立ったらもうブワーってみんな集まるぐらい、実際に打ったらほんまにすごい距離でもう飛ぶぐらいのフェンス越えて池にチャポンはまって、うわーっていうぐらい小学校の時も有名やったんですよ。でその PL 学園でものすごい有名になった時に、その本バー開いて、うわーすごいすごい言って、荒木君は友達やったとか言って聞いてくるんですよ。で僕もその時やっぱりちょっとええ格好したかったんでしょうね、全然友達でもないんですけども、うん友達やったわ言うてもうたん、はい、どんな人どんな人、うん、あんまりテレ屋さんで喋らへんし、もういっぱい聞いてくるんだよ。でわあこんな嘘あかんなとか思いながら、まあまあでもバレへんやろと思いながら、友達やったみたいなことを言ってたんですよ。ほんだら PL 学園がその奈良県の橿原神宮の球場に遠征で試合しに来たんですよ、ほんだらもう会いに行こうってなったんですよみんな、ほんでまさか僕も来ると思ってなかったんだよもう会いに行こうって言うて、で実際会いに行ったら、まあ結構ファンの人もブワーって、PL 学園のバスが来て、でバーッと来たら、もうファンがブワー殺到して、でまあ大丈夫かなと、僕の中でこう思いながら、でももう友達がもういらんことして、またちょっと待って、ちょっと待って、身内がおるからみたいな感じで。いやそんなにいかんでええよって言いながらぐわーなって、ほんでもう目の前に清原が実際にガーッと通るところで、ほんで荒木君、荒木君、ゆいはよ言って、ほんで清原君荒木やけど覚えてるみたいな、ちょっと聞こえるか聞こえんかぐらいの声で言うたんですよ。結構無視されて行ったんですよ。ああよかったって僕は思いながら、でまたその連れが言うて、また荒木君荒木君言うて、コン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 って清原の肩叩いたしながら、うわーもうって思いながら、で僕ももうまた行こうとしはったんで、袖持ってもうええわ思って、清原君ってパッて向いてくれたから、荒木やけど覚えてるって言うたら、ガーンされて、しばきまさるかいやもう心の中ではそりゃそうやろこんなとこグワー持たれて、何回も荒木覚えてる覚えてる言われて、しばきまさろか、そら会うてる会うてる、ほんまにさらになっただけでも同じやなもう友達もドン引きですよもうまあバレたわな、バレました。よいしょ、来ましたやっと、ですね、僕のお父さんの話なんですけど、はいはい、僕のお父さん、すごい有名な中華料理のコックだったんですよ。へえ、陳建一さんっているじゃないですか、はあ、お父さんの陳建民さんの5番弟子ぐらいだったんですよ。へえ、でなんかその料理番組とか出たりしてたんですよ、はい、うちのお父さんね。へえ、はい、すごい若い時なんですけど、うん、でもそこからこう紆余曲折いろいろありまして、今宮崎の山奥で木こりをやってるんですよ。はあ、その親父すごくこの中華料理をずっとやってたもので、うんうん、本当寡黙で真面目で、うん、本当もう中華料理のことしか知らない、うんうん、で自転車もね本当乗れないんですよ。で僕が小学校3年の時に、うん、お父さんが自転車に乗ってるとこを1回だけ見たことがあったんですよ、うん、で家の前を自転車でお父さんがフラフラーっと走ってたんですけど、うん、こう自転車パーッと乗ってて、うん、本当折り方が分からんようになったみたいで、わーって自転車前にポーンと放り投げたんですよ
で自転車だけスンって向こうに走っていくみたいな。でお父さん、そんなお父さんなんですけど、ね、僕は小学校5年生ぐらいの時にね、うん、なんか家にねすごく重たい荷物が置いてあったんです。段ボール箱が入って、うん、そこにまあみかんとかたくさん入ってて、うん、でこれちょっと向こうに移動するわって言って、でお父さんこうそれ持ち上げた瞬間にね、なんかどういうことか分かんないんですけど、うん、顎が外れたんですよ、カコンと、あらら、あ、あれ、うん、あーってなって、ずっと外れたまんま、うん、でリビングのダイニングテーブルのところでずっと、あーあーかよ、かしやがや、あー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 みたいな、ずっと言ってるんですよ、一人でなんかもご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 ね、うん、でお父さんちょっとそれ顎外れてるから、危ないよって言ってたんですよ。お父さん病院行った方がええよって言って、うん、そええー、ああ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 カブに乗ってブーっと行ったんですよ、走ってって、で10分ぐらいしたらすぐ帰ってきたんですよ家に、うんうん、でガラッてドア開けたら、うん、はあ、あーってずっと開けたまま、うんうん、あらがやが、あらが、あらがって、うん、でお父さんちょっと何言ってるか分からへんから、うん、ちょっと紙持ってきてね、うん、これにちょっと書いてって言ったんですよ、うんうん、あー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 って見せたら、しまってたって書いてたんですよ。病院が閉まってたんですよ。開けっぱなしやのに閉まってた。閉まってた。病院だけが。病院閉まって。口開いてるのに病院閉まってたんですけど。どうした？大丈夫だよそれ。いやなんかずっとコン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 殴ってました、ずっと。殴ってた。ええー。治ったんちゃんと。なんか朝起きたら普通になってましたけど。そうやな。寝てる時にハマったんやと思うんですけど。寝てる時にハマった。なんで？わけわからない。その話。何これ？何だ。いやすごいですね。これ北見行ってほしいですね。なんとかね出してあげたいんですけど ねこういう方向でやってはいるんですけどね、うんうん、行きます。行きましょう、うん、入江、はい、お願いします。サッカーのなでしこジャパンの澤、うん、選手とすごい友達で仲良くさせていただいてるんですけども、うんね、すごい。この後友人澤選手の滑らない話を披露、そして29日の滑らない話参戦メンバーを発表。サッカーのなでしこジャパンの澤選手とすごい友達で仲良くさせていただいてるんですけども、澤選手ってやっぱ本当キャプテンで日本の象徴みたいな感じで結構こうたくましいイメージというかすごいイメージがあると思うんですけど、皆さん結構天然で可愛らしい方なんですよ澤選手って。はい、僕メールを結構やらせていただいてるんですけど絵文字が多いんですよ澤選手。一番多い絵文字がサッカーボールなんですよね。今度ご飯行こうね、サッカーボールみたいな、うん、昨日入江さんのあのロケ見たよ、サッカーボールみたいな、うん、全然ロケの内容と関係ないんですけどサッカーボールみたいな、まあ、可愛いなみたいな、うん、だけどそんな澤選手って日本も愛してるんですよ本当に、うん、もうサッカーも大好きですけど日本のこともすごい愛してて、うん、3年前ぐらいですかね、うん、僕が一人で単独ライブやった時に澤、うん、さんが見に来てくれたんですよ。はい、それで僕が本番前にやっぱこう緊張してたんです楽屋で一人でこう、うん、そして澤選手がこう楽屋に来てくれて、うん、入江さんっつって頑張ってねみたいな来て、うん、どうしたのっつったら、いや緊張してんだよっつったら、うん、なんで緊張してんの、緊張するでしょ新ネタやるんだからっつったら、うん、入江さんそんなんで緊張してたら日の丸背負えないよって言われたんですけど背負うことないですよ澤さん、重い重い重いみたいな、何澤さんそれみたいな言ってたんですけど、この間僕日の丸背負うことがなったんですよ。はい、ちょっと他局なんですけども、うん、そこで世界合コンって企画がありまして、うん、僕が日本代表出ることになったんですよ。それで相手韓国代表のアイドル軍団と合コン対決してモデルさんと合コンしてどっちが面白いかみたいな対決です。日の丸背負ったんですよ僕。わあ来たと思っちゃって、そしたらそのオンエアを澤さんたまたまなんか見てたみたいなんですけど、僕残念ながら負けちゃったんですよ。まあ、夜中の3時ぐらいですかね、澤さんからメールが来たんですよ。頑張れ日本って、どんだけ好きなんだよ日本、どんだけ好きなんだよって言って、と思ったんですけど、それを昨日僕電話で滑らない話で話したんです、うん、全部本意で今みたいに、うん、でこの話していいかなって澤さんが、うん、いいよでも滑らない話でしょ、入江さん滑んないでねって言われたんですけど、うん、今日大丈夫ですかね、知らん、それは知らんっていう話です。すごいよ、すごい話です。よいしょ、
やばい、わあの今年 の,、はい、あの正月、去年の大晦日から正月にかけてちょっとある番組の罰ゲームみたいなんで、犬鳴き山っていう山に、うん、あの大晦日行きまして、うん、で結構寒い中、うん、あの裸で滝行をさせられたんですよ、大晦日やろ、大晦日です、うん、でもうほんまに嫌で、その罰ゲーム受けるのが、うん、でもうあの藤崎マーケットの田崎とジャルジャルの後藤さんと僕の3人でその滝行を受けたんですけど、もう正直ちょっとイライラして、うん、なんでこんなんせなあかんねんと思いながら行って、うん、で滝の水ちょっと触ったんですけど、もうめちゃめちゃ冷たいんですよ、ね、夜でしょ、夜の多分もう氷点下なるかならへんかぐらいの温度やって、山の上なんで、でちょっと入ったんですけど、もう一瞬ですっごい震え、うん、ブル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 ってきてで上がってすぐ温泉みたいなとこ入れたらまだいいんすけど、うん、そこ何にもないんすよ、ないわな、そら何にも用意してなくて、でスタッフの人にちょっとお湯はって言ったら、あのポット持ってきてて、うん、ポットでこう出して、うん、こう出されて、うん、いや体にかけたいねんと思って、もうなんでこんなことを準備してないねんと思ってめっちゃちょっと腹立ってもうて、でも3人ともイライラしながら、もうなんでこんなんせなあかんねんと思ってたら、うん、あの滝の管理人みたいな人が来て、うん、あの大丈夫ですかみたいな、うん、まあはい、ちょっと冷たかったですみたいに言って、でちょっとイライラしてたんで、こんなんねする人いるんですかって言ったら、あの兵藤さんプライベートで来られてますよ兵藤さん、兵藤さんプライベートでこんなことしてんの、え、兵藤さん滝打たれてるの、兵藤さん毎年プライベートで犬鳴き山で滝浴びてる、でも滝とかってすごい精神統一とかのために行ってるわけでしょ、いやですけど、そんなん改札の手前でつまずいとったら意味ないもっと行かないとダメです、つまずいてかなり真っ赤になってましたじゃあちょっとね、次出てへん人も、はい、入江と斉藤ですよね、はい、ちょっとね、はい、行きましょう、ちょっともうね、いや見たって出ないでしょいや出してあげたいやん、はい、うちのお父さんの話なんですけど、うん、あのうちの親父喫茶店やってまして、うん、でその喫茶店ちょっと流行ってなかったんですね、うん、で大輔ちょっとお客さん呼ぶためにどうしようか、うん、まあ大きい水槽でも買うて、うん、そこに熱帯魚でもいっぱい入れといて、綺麗なのいっぱい入れといたら、うん、お客さん来るんちゃうかと、うん、ほんでこのテーブルぐらいのこんなでっかいやつを150万ぐらいかけて買うたわけですよ、うん、で熱帯魚どれ入れる言って、こう一緒にこうカタログみたいなの出たら、カタログ、ほんならバナナイソギンチャク、バナナイソギンチャク、もうバナナみたいで真っ黄色ででっかいでっかいイソギンチャクがあったんですよ、これ綺麗やなと、高そうやけどね、はい、それ4万円ぐらいですね多分、でそれをもう4、5匹入れとこうと、うわすげえな、ね、ほんで魚入れといたらこれ綺麗やろ言うて、うん、でそれを業者に頼んで入れてもうたんですよ、うん、ほんで綺麗やな言うて、これでお客さん来るな言うて、お父さんと夜帰ったんですよ、うん、で次店開けようと思ってパッて行ったら、うん、その水槽の中に、うん、そのバナナイソギンチャクがおらへんわけですよ、どないなってんねん大輔これ、うん、泥棒か、泥棒取らへんな言うてどうなってんねんこれ言うて、ちょっと言うて上の蓋パカッて開けたら、こんな大きかったバナナイソギンチャク死んでこれぐらいに縮こまって、ここのあの水巡回するとこであのパカ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 ってなってるんですよ、これ12万ですよどういうことや大輔これなんで死んでしまうんじゃ死んだらそんなんなんねん、死んだら縮んでこんなんなるんですよ、こんなんやろ、で頭に来たと、大輔もうこんなでかい水槽やからでかい魚やと、アロハナ買うてこい、アロハナや、でアロハナ僕買いに行って、お父さんアロハナ買うてきたで言って、ほんなお父さんがよっしゃこれだお客さん来るぞ言ってパッてその水槽の中に入れたら、アロハナがこう入った瞬間に死んでございます。なんでじゃ。なんで死んどんねん。これ海水やったんです。あれ淡水魚なんです。じゃあ焦ってブルーン入れてもらえた。イージーミスやな。すぐ。
なんでじゃ言うて、これは頭に来たと、はい、でもあらあらやめようと、はい、でも今度はあのネオンテトラ買おうと、はい、でそれ1匹150円ぐらいなんで、おうおう、それを100匹ぐらいこうやってバー入れたんですよ。あ、これでもええ値段な。でそれはまあまあ死なんと落ち着いて、ほんでそれをある日こう見てたら、親父が、おい大好きちょっとこっち来いと、これほらめっちゃ卵産んでるぞ、もうに卵がいっぱいついてたんですよ。でこれは帰ったらすごいぞ、お客さんいっぱい来るぞ、言うて、で1週間後ぐらいにまた親父が餌やろう思って朝こうやってる時に、大輔見ろと、帰っとるぞと、赤ちゃんになっとるぞと、稚魚や、稚魚、稚魚がブワーなってキレキレやったんですよ。でこれ嬉しいな言うて、もうお客さんいっぱい来るぞ言うて、でまた次の日ですよ、で餌やる時に親父が、あれおい大輔、どないなっとるんじゃと、赤ちゃん一匹もおらへんけど、これどういうことじゃとどうなってんねん言うて、パッて開けたら全部フィルターに調節がきつすぎた。それでもうそれでやめたんです。で店は正直潰れてもうたんですよ。潰れる間際のコーヒー一杯何杯やったっけ。850円です高っ。どうぞで850円のコーヒーはあかんわ。なるほどね。いきます。一回も出なかった。あ、小本僕が、小学校の時のお話をさせていただきたいんですけども、父兄が集まった、劇をやりますから、全校生徒の皆さん、集まってください、お母さんがみんなで練習した劇があるんです。桃太郎なんですけど、でお母さんは、僕のお母さんが犬の役という大役を任されたんです。まあまあすごいとこやね、いい役もらったなお母さんって。でお母さんも頑張るから見といてなー言って、まあ、すごいまあね、いい役なんで、僕もねみんな友達集めて、あの犬がうちのおかんやから、で桃太郎が出てきて、で、あの腰につけたきびだんごでね、もう手はあとやってたら犬が出てきて、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいなっつってね、お母さんが出てきたんですよ、わー言って、全身真っ白のねこのタイツで、でこっちをここしてね、こう犬の形でパーッとして、でうわーすごいお母さんやと思ったんですけど、拍手が、あれみたいなことになったんですよ、みんな全校生徒が、あれあれおかしいよみたいな、パッと見たら、お母さんその白の全身タイツの下に下着で真っ黒のパンツをして、うわじゃん、お腰につけたきびだんごを私にくださいって言ってたんですけど、みたいな、どうしようと思って、それ絶対嫌や俺、こんな嫌なこと、もういやもう頼むわ思って、きびだんごもうて、じゃあ一緒に鬼退治に行きましょう言って、ケツプリンと向けたらティーバッグやったんですよ。なんでその犬の形だけリアルにしてるの。大喧嘩。また喧嘩やな。いやわ。ほんまにろくでもないんですよ。ずっと出てるしな犬は。ずっと出てますから犬は結構。じゃあね。そうっすね。まあね、僕もですね、まあ、いろいろ松本さんにはお世話になってまして、ある時ですね、木村さんとキム兄と松本さんと3人でちょっと温泉行こうか言って、要はあの温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、じゃあ今回あのホテル行ってみひんか言って、ね、温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ。で、まあまあ楽しいな言って、朝起きて、朝ごはん食べに行こう、3人とも浴衣で、ね、食堂みたいなとこ行ったんですよ。結構離れてるんですけど、で行ったら、さあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません、部屋に一旦帰っていただいて、私服に着替えていただかないと浴衣のままでは入れませんって言われたんですよ。もちろん僕が一番後輩ですから、これはもう僕がパパッとさばかんたかんな思って、いやいや、ちょっと待ってくださいよと、なんで浴衣やったらあかんのですかって聞いたら、いや、他のお客様に迷惑になりますんで、いやあのね、浴衣で朝ごはん食べてて誰のご迷惑になりますと、誰の気分を害しますって言うてたら、キム兄が、おらおら言うて、俺の前で、その人店員に、お前じゃもう話にならんのじゃ、支配人やめろらほんなら支配人来はって、すいませんどうされましたか、あ、浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねん、どれどんねん言うたら、支配人が、すいません、お部屋に戻られて、私服に着替えていただいて、来てください、なんでじゃこら言うて、聞いてないと、そんなことは聞いてない言うたら、支配人が、大変申し訳ございません、どれすんねん、いや、
部屋に戻って私服に着替え、なんでやねんこらー言って、いや他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せやーだってどないすんねん、すいません部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うてる間、ずっと支配人の耳元で松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、浴衣のままどうぞ。素晴らしい。あれ浴衣のまま食べたの。食べました。あったね。あ、大輔。この間朝僕ベロンベロンになって、渋谷歩いてたんですよ。ほんでこうベロンベロンでこうって歩いてたら。急になんかこうってなったんですよ。こうほんで、なんやろこれって思ったら、めっちゃ臭い匂いしたんですよ。生ゴミ腐ったみたいな。ほんで急にプッってなって、くっ思って、なんやこれ、誰か芸かけよったんかなと思って、探しても誰もいいんし、なんやろと思ったら、カラス止まっとったんですよ。で、お前のババかほら言うたら、カーお前が来たー言うて、お前ババかけんな、ボケ殺したのかこら言ったら、ファー言うよそれお前言うたら逃げよらんのすよ。おー怖いな。でお前殺したのかこっちかこらめ、はいはいやってたんですよ。ほんなら、後ろから、おいてめえよりよ渋谷のカラスの方がえれえんだよ言われたんですよ。ほんと何やねん誰やねん思ったら、こんなバンダナしたやつやったんですよ。でなんか革パンみたいなやつで、おい来いよこっちとか言われて、ちょっと待って今と思って今なんでと思ってほんでもちょっと怖いしちょっとパッパッと言って、今ババかけられたんじゃって言うたら、かけられて当たるめえだよお前ちょっとこっち来いよ言って、もうどうしたらいいかわからんかったんで、俺ずっとどうしようかなって考えたんですけど、最後もう思いっきり、はぁー言って帰ったんです。言って帰った言って帰った、どうしたどうしたどうしたん、言って帰った、最後思ったよりこう、カー出へんかった。しました、得意。得意。はい。僕小学校の頃に、はい、コロという犬飼ってまして、まあまあもういろんなもんが混ざった感じの犬で、ほんまにもうパッと見てアホっと分かる犬なんですよ。で中型犬よりちょっとちっちゃいような犬なんですけども、ほんまにもうアホでね、いつも餌やるとここの距離感がわからんといつもペディグリーチャムを突き抜けてガーンってなる犬なんですけど、はい、で小学校5年の時にある日僕がコロ散歩しようと思ってバーって近所を歩いてたら、僕が小学校1年の頃から大好きやったミキちゃんっていう女の子が偶然来たんですよ。ほんであんまり喋ったこともなかった、いつかちょっとこう好きやとかなんかいうチャンスを伺ってたんですけど、これはちょうどええわと思ってたら、ミキちゃんが、あ犬やって言って僕の頃に食いついてパーッと来てくれたんです、で、あよしよしと思ってて、ほんならコロがミキちゃんが来るや否やミキちゃんの足にガーしがみついて、ブワーやってきたんですよ。うわやばいな思ってたら、そのねミキちゃんすごい怖かったんですけど、普通のもうこれじゃないんですよ、もうね本当に人間の足でも関係ないっていうぐらいの本気の本気のブワーほんでミキちゃんびっくりしてもってキャー言って足をブーンと振ったんですよ、ほなコロあんまり起きないもんやから、ビューン飛んだんですよね、もうでも飛ぶ時ももうこのままブワーほんまブワー飛んでいきよって、横に寄った知らんおばはんにドーン当たって、当たるやいないや今度おばはんの足ガーン掴んでブワーってさすがにおばはんはなんかあんまり、あーよしよしよしなるほど、いきます。そうですね。ですね、はい。あれ去年の夏やったと思うんですけども、ね、大輔と一緒に焼肉屋さんにね、行ったんですよ。はい、ほんなら、梅宮さん一家。
がおられたんですよ、はい、奥さん梅宮達夫さん、はい、梅宮達夫さん奥さん、そして娘さん、うん、アンナさんとかね、はいはいはい、おられて、うん、ほんでまあ挨拶にね行かなあかんと思いまして、ほんで大輔と行きまして、はい、梅宮達夫さんに、うん、おはようございますと、うん、吉本興業の千原ジュニアと申します、宮川大輔と申します、うん、って芸人やらせてもらってますって挨拶したら、うん、梅宮さんが、うん、あわざわざ挨拶をしに来てくれたんだ、うんうん、いやあんたね久しぶりに気持ちのいい青年に会ったねっていうえらい褒めてくれた、あのね今度お宅の会社の人と会う約束があるから、うん、その時に言っとくよ、本当気持ちのいい青年に会ったって言っとくよ、いや本当気持ちのいい青年だって言って、じゃあ我々お先に失礼言ってパッと立ったら、うん、こんなホットパンツあるじ座ってる前からさらにもうこんなになってっホットパンツが邪魔になって巻き上がってものすごい空間だから、びっくりするわ、邪魔されたら犬のタロキチっていう話、うんうんうん、まあ家族で犬を飼ってまして楽しく過ごしてたんですが、まあ親の関係で離婚することになりまして、引っ越す先がその犬は飼ったらあかんと言われた、はいはいはい、そういうことあるね、まあお姉が泣く泣くじゃあもうタロキチをもう捨てようかってんで、お姉がこう抱き上げてんでタロキチごめんねって言ってるんですけど、なかなかこう話せないんですよ。で大泣きで、でもこれ僕しっかりせんとあかんなと思って、うん、お姉ちゃん貸してって言って、うん、ごめんなタロキチって言って、うん、まあ、山にそっと置いた瞬間タロキチブワーッて同じ話を何回してもいいんですよぼちぼち来てもらわないと、うん、おお、すごい気持ち悪い悪いですねまあ、何年か前の話なんですけども、うん、まあいたずら電話にものすごく困ってたんですよ。そのいたずら電話っていうのもその無言電話なんですね、うん、であるいはの後輩と、まあ、喫茶店に行って、まあ、喋ってたんですよ、うん、ほんで電話が僕の電話が鳴りまして、ほんで見たらもう知らん番号なんですね、うん、もうまたちゃうかということで、もしもしって出たんですよ。もし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 、何にも言わないです、無言電話なんですよ。腹立つわと、もうしょっちゅうもう悩まされてますから、うん、おいおい聞いてんのか、何にも言わない、うん、よし分かったと、ほんで俺が今から質問するから、うん、イエスの場合はプッシュ本一回押せと、うん、ね、ほんでプッとなると、うん、ほんでノーの場合はプッシュ本二回押せと、うん、ね、うん、言うたんですよ、うん、なんか分かったんかって言ったらプッてなった乗っかってきたな、乗っかってきたね、お前か、しょっちゅう俺んとこかけてきてんのはっつったら、うん、プッてなる、ほんでこんなことしたらあかんの分かってるやろっつったら、うん、プッてなる、うん、お前またこんなことやろう思ってんのか、うん、って言ったらプップッ、あ、うん、あかんことやぞと、うん、お前そんなこと言うて、うん、どうせまたやってくんねやろ、うん、プップッ、いいえですよ、分かってくれたらええと、ほんならもうかけてくんなよって切ったんですよ。ほんで後輩とまたわーしゃべってて、もうこんなんかなんな言うてたんです。ほんで30分ぐらい経ったら、後輩の電話に見たことのない番号がかかってきたんですよ。ほんで僕ピーンと来て電話バーッ取り上げて出て、お前さっきのやつやろ言うたら、プープーって、いやお前や何を言え言うとお前や、そこでも嘘つきを使ったんですよ。すごいな。そこでいいえいよと。ふうならまだしも。そうですよ。この方式知ってんのお前だけやろ。俺とお前や。来たかやったわこれ。はい。あ、ジュニア。まあ今までハートフルでありましたけれども。はい、ってことは。もうここで、ここでちょっといいですか、はい、ね、はい、まあこれ身内のね、ことをこんな風に言うのもあれですけれども、はい、非常にね、もう残念な、はい、もうほぼ無念に近いね、まさか、はい、無念に輝きなく近い兄がいまして、あ、はい、彼がね、
まあまあ、あの普段子供がねいまして、何がそんなに可愛いのか、まあ可愛がってるんですよ。ね、もう可愛いですよ。可愛い。僕は今年の夏にですね、まあ、あの若手の方なんかとみんなでちょっと旅行に行こうと、毎年こう夏とかお正月行くんですけど、まあ男ばっかり芸人で行くんで、誰もそのカメラを持ってきてたりハンディカムを持ってきてたりしないんですよ。ほんでここらはちょっと一丁ちょっとなんか気をあの思い出に残る残すためにも、うん、なんか持っていかへんかって言うんで、はい、じゃあ僕が一番先輩なんで俺買うわと、はい、そのビデオを、うん、ねっていうことで、あ、僕全く家電に疎いんですよ、うん、はいはい、ね、はい、そう言うたらうちの兄が、はい、えらい子供を撮ってるぞと、はい、可愛がって ね、はいはい、ほんでちょっと前になんかこうたというような噂を聞いてると、はいはいはい、これはちょっとあいつに聞こうかなと思って、はいはいはい、ちょっと誠治、俺それ買おうと思うねんけど、どんなんがええのって言ったら、お前今はすごいぞお前って言って、はい、もうテープとかやないねん今は、はい、言って俺が持ってんのはええぞって言って、はい、DVD をそのまま入れたら DVD に撮れると、ね、これはテープと違ってかさばらへんし、いいですよねって言って、あ、ほんまって言って、じゃあそれ買うわって言って僕電気屋さん行ったんですよ、はい、ほんでなんか今はその DVD に直接撮れるっていうのがあるんでしょって聞いたら、そのお店の店員さんが、いや、あの実は1週間前にこれ出ましてと、でこれ何ですかって言ったら、ハードディスク内蔵で、この何も入れずに、この本体自体が記録すると。テープも DVD も一切いりません。めっちゃいいじゃないですかって言って、あ、でも、その容量が狭くて、その数分とか数時間ぐらいしか撮れないんでしょって言ったら、そのなんと、何も入れずに60時間撮れますよ、うん、すごいですね、マジっすか言うて、まあそれ勝ったんですよ、はい、ほんで楽屋戻ったら、おー何ゴーデン、俺の言うたんゴーデンが来たんですよ、はい、ほんで、いや誠治お前そう言うけれども今は新しいの出てて、はい、もう内蔵されてんのがあんねん、はい、って言ったら、自分が持ってるやつよりいいのを買われたんだ、はい、めっちゃ腹立ったんでしょうね、はい、なんか顔色変わって、はい、ほんだろお前旅行先にわざわざパソコン持っていかなあかんねや、めんどくさって言い出した僕ちょっと意味が分からなくて、どういうこと、はいはい、いやだからこれを、はい、ないっぱいなったら、はい、次撮るときにこれを一旦パソコンに落とさなあかんから、はい、パソコンを持っていかなあかんやんけ、はい、って言うんですよ、いやいや誰が3泊4日の旅行で60時間も飛んでんと、まあね、そうですよ、ね、まあ、そうです、誰が60時間飛んねん、はい、って言ったら、あいつが、いや俺なんかめちゃめちゃ回すから、この間旅行行った時も50時間分の DVD を持って行った、はい、にしてもまだ10時間あるやん、まあね、なんじゃそれ言って、よくよく誠治と一緒に旅行行ったやつ聞いたら、50時間分の DVD 持って行って本体忘れていったんや、死ねえ死ねえ、悪口してしまう感じになりました、変わりましたね、空気が、これ空気変わった、すいません本当、はい、いきます、あ、どうぞ、あ、はい、はい、ですね、前回、MBS ですか、はい、最も滑らない話をした兵藤さんのタク、僕の中ではツボに入ってますね、あの兵藤さん前回だったかな、はいはい、あの初めてこう間近で見せていただいて楽しい方だったので、今日もあの期待してます、コングラチュレーションってなって、おっさんはうわー言うて、滑らんな滑らんな休めらんな、海外旅行行った時なんですけど、あのハワイ行って、うん、であのプールサイドにあの無料トランポリンがあるって聞いて、うんうん、で一回見に行こうかって言って見に行ったら、後々分かったんですけど中国人のお父さんなんですけど、うんうん、ずーっと一人でこうやって飛んだんですよ、ね、なんでこれ飛んでんねんこんなにと。で言ってもう全然もう収まる気配がないんですね、うん、で何かな思ったらこの、ね、トランポリンの横にこう木が立ってて、こう枝みたいなのが出てるんですけど、ちょうどトランポリンのかなり上のところにこう出てるんですけど、みんなね、あの僕より先来た人はみんなその上を見てるんですね、うん、で何回な思ってペッて見たら、上のね、その枝のところにね銀縁の眼鏡みたいなのがかかった
ほんで、なんやなんやってなって、あの日本人の人見つけて、これはどういうことなんですかって言ったら、まあなんかテンション上がって、中国のお父さんがそこで飛び出したと。ほんで、眼鏡落ちたらあかんから持ってて、ほんで、わー言った時に、周りが、わーって言った時に、なんか、あーって言った時に、今日一のジャンプが出たらしい。ほんで、枝にグサーンってなって、そこに止まったっていうんですよ。そっからおっさんは、5分間そこに目がけて飛んでるんですね。ほんで、みんなにもうね一回降りて棒とか持って着いたらと野暮なことは言わんとこうと5分間飛んではんねんしと思ってでもうそのおっさんぐんぐんぐん飛んではるんですよほんでなんかねみんながねわー言うてるんですけど日本人ってあんまりそういう時ってあんまり声出さないじゃないですかもう外国人の人ってもう自分のことのようにカップルなんか抱き合ってカモンカモンカモンってもうぐんぐん飛んでるのカモンカモンって言ってるんですよでそう言ってたら距離のジャンプが出てこうちょっとこうなったところにカーンって当たって、うん、でメガネがパタンって言って落ちてきたんですよ、うん、次はあのおっさんが来たーと思ってバーンってメガネ飛ぶじゃないですか、うん、トランポリンで、うん、それが自分も飛んでるもんやからずーっと来ないなってるんですよおっさんの前でこうなってなるんですよずーっとほんでもうみんなもう外国人の人なんかコングラチュレーションみたいなことを言うてあって、うん、ほんでやっと揺れが収まってそのメガネを取って、うん、でもうみんなワオーって言ってて、まあ、元来調子乗りのおっさんなんですね、うん、でみんな笑いながらグーンって行ったんです、うん、ほんならトランポリンってあの穴開いてるんですよね。あの縁に、はいはい、うわー言いながらまたボソーン言うたと思ったら、うん、おっさんがその木側にプリンって姿が消えたんですよ。バーンと落ちてみんなガー言って外国人の人もオーマイガーって横で言うてはってほんでバーってなってたら3秒ぐらい経ったら何も出てこないんですけど眼鏡持った手だけがこうやって出てくるもう約10分間飛び続けてて地上を歩いてもおっさんちょっと揺れながら出るマジでもでもねクリーンしたすごいな金取れるなそれはすごいよすごいよすごいよはいはいはいあの僕漫才協会という協会で、はいはい、あの最年少の理事長をさせていただきまして僕が30歳なんですけど、うん、僕より一番若い理事でももう50過ぎてる、うん人なんですね、うん、で漫才協会って、うん大体平均年齢60歳ぐらいの、うん、もう本当に浅草に拠点を置いた、うん漫才の協会になりまして、うん、例えば昔ビートたけしさんが2ビート時代は漫才協会に入ってたんですね、うんでもみんなやっぱりこうテレビに出始めるとそこを抜けてやっぱりその漫才協会にいてもあんまりいいことがないっていうことをやめてってで実際今もう師匠がいなくても漫才ができるっていう時代になってしまったので漫才協会に入ってくる若手も本当今いなくて全然いないんですでも師匠はやっぱり昭和ノエルコイル師匠とかオーボンコボン師匠とか明日純子博師匠とかやっぱりすごいメンバー青空球児工事師匠とかいるんですよで最近吉本興業さんが、うんゴロゴロ会館っていう浅草にあるところで、はいはい浅草花月っていうのをやってまして、うん、その話が何年か前に吉本が浅草に来るっていうことで、うん、緊急理事会が行われまして、うん、その理事会やってる場所も蕎麦屋の2階のボロボロのところでこうやってるんですけども、はい、吉本が浅草来たからいよいよ全面戦争だみたいな話を吉本が言ってるんですよそれでこれは今のうち手を打たないと俺ら全員吸収されるぜみたいな東京漫才終わりだみたいな話をしててそういう話し合いがあった後に実は吉本興業さんの方から漫才協会と一緒に何かできませんかっていう話し合いを仕掛けてきたんですねそれでもうみんながいやこれはやばいといよいよ先に手を打たないとやられるぞということでで、まあ、何月何日に緊急理事会が行われまして朝11時に浅草の田原町の蕎麦屋の2階で全員師匠方もいつもより緊張してこう待ってたんですピリピリしてそしたら吉本興業から大崎副社長とあと水上さんというまああともう一人すごい偉いまあトップ3ぐらいの人がこう入られてきたんですよでみんなもう一気にこう緊張感が伝わってきましてで僕もなんかこの人絶対偉い人だと思って僕一番端っこでこうやって緊張してるんですよそしたらこう大崎さんがまず深々とこうやってお礼を皆さんにするんですよでみんなまさかそういう態度で来ると思ってないんでああこいつ できるやんけみたいなそういうなんかちょっとちょっと車に構えた感じがあるよねやっぱりこうやって聞いてるんですねもう絶対吉本には
協力しないでやっぱりそういうこともうプライドもありますからみんなこうやって聞いてるんですよ。まずその大崎副社長が初めに言った言葉が、皆さん舞台の上で死にたいと思いませんかっていう、そういう話し方を始めたんですよ。そしたらみんなんみたいになりまして、で実際今テレビばかりに芸人が出てて舞台でなかなか食べれないシステムになってしまっていると、私はそういうのをやりたくないと、もうすっごい熱い話をするんですね。でも本当にやっぱりこれからは舞台で輝く皆さんのような芸人が大事だと思うんです。だから今度浅草に吉本が来るんですけども、ぜひ漫才協会さんと一緒に協力してくれませんかって言ったんですよ。そしたら60過ぎた理事が全員よろしくお願いしますすごいなあ。あ、この話すげえ。去年の冬の話なんですけど、渋谷で仕事を終えたんですよ。わりかし早い時間に終える仕事で、ちょっと時間あるなということで、ちょっと電化製品で見に行こうかなって言って、渋谷に結構でっかい家電量販店があるんですよ。でそこに見に行こうとして行ったんですけど、その道路を渡ったところに喫煙所があったんですね、ちっちゃい、まあ、僕吸うんで一本だけ吸ってから買い物というか見に行こうと思って、まあ、タバコ吸ってたんですよ。これで、ほんなら冬やったんですけど、横に女の人もタバコ吸いに来て、結構でっかめのコート着てるんですけど、前開けてこう V の字みたいなこうニットを着てるんですけど、めちゃくちゃおっぱい大きかったんですよ、その人。うわっと思って、めちゃくちゃおっぱい大きい人おると思ってまあうわって思うね、はい。とりあえずカバンの中にいつも新幹線で寝る時用のサングラス入れてるんで、それかけてちょっと見てたんですけど、やっぱ自然と息も荒くなってきたのか、タバコの減りが早いんですよね。2本目すぐつけてこうやって見てたんですけど、で見てたらそのおっぱいすごい大きい人が、ケンコバさんですよねって言ったんですよ。あっと思って、まあ、サングラスパッと外して向こう見てたんですよ。あ、そうですって、みたいな、ね、小芝居打ったんですよ見てなかったですよみたいなね、はい、で何してるんですかって、いやちょっと電化製品とか見ようかなと思って、こんなとこおるんですねみたいな言われて、はい、で僕あんまりね、ちょっと女の人ナンパみたいなことちょっとあんま得意じゃないんですけど、なぜかその人とはこうスムーズに会話できる感じがして、あ、そうでしょ、はい、何してるんですか、あ、私一人で芝居ブラブラしようかなと思ってみたいな、何それ結構夜まで時間予定あるんでみたいな、ああそうなんですかみたいな、みたいななってる時に急に僕おしっこをすごくしたくなったんですよ、はい、おしっこすごくしたくなって、ちょっとこんだけ喋れる人やから言うてみようかなと思って、すいません今実は僕ものすごくその用を足したくて、でもちょっとまだ連絡先とかも聞いてないんで、ちょっとその時間待ってもらっていいですかねみたいな、ちょっとお願い、こうスラスラ言えるなと思って、大胆にいけるぞ今日は思ったんですよ。あ、いいですよって言って、ほんでそこに電気屋さんなんで1階にトイレあるんで、その前で待っててもらっていいですかと、あ、全然待ちますよって、よっしゃよっしゃと思って、でも僕がこの量販店行く時に一緒についてきてくれて、でそこの1階のトイレ、ちょっと広場みたいなところの奥にトイレがあって、結構自動販売機とかベンチとかがあって、まあ何かこうおばちゃんとかも座ってるんですけど、まあちょっとここで待ってますねって、おいって、まあトイレ済まして出たら、まあちゃんと待っててくれてるんですよ。でじゃあさっき言ってたように連絡先交換させてもらっていいですかって、あ、もちろんもちろんって携帯出してくれて、で交換したんですよ、その場で。おー、すごいですか、やったと思って、ほな私じゃあ続きでブラブラしてきますねって、また暇な時いつでも連絡くださいって言って帰っていったんですよ、女の子。やったと思ったら、そベンチに座ってたおばちゃんがスーって近づいてきて、私も交換してもらえますかって言われたんですはい、で僕どんだけ頭をその時回転させても断る理由が見つからなかったの目の前で女性と交換してやってもらってるからね、はい、
いやできないでしょ、言えないんですよ。おばちゃん結構まっすぐなのでずっと回ってるんですよ。交換してくださいって言って、これどうしようかなと思って。どうしようか。ちょっとまあ下心出ちゃって僕、うん、まあ、例えばこういう番組とかに呼んでいただいた時に、実は僕今おばあちゃんとメール友なんですよみたいな話みたいな、わかります、ね、あります、欲しいネタになるかなという下心だって交換したんですよ、はいはい、でまた見ますねみたいな、はいとか言ったら帰っていったんですよ、おばあちゃん。でまあ近々そういう番組もあったんで、おばあちゃんにメール打ったら帰ってこないんですよ。おばあちゃん何やって、おばあちゃんなんで交換したんやん、帰ってこハンサムじゃないと、ハンサムじゃないと。で、まあ、後日一回だけ帰ってきたことがあって、一回この話をちょっと違う番組でしちゃって、一応言っといた方がいいかなと思って、はいはいはい、あの出会いの日のことをテレビで話させてもらいましたっていう、すいませんっていうメールを送ったら、なんかね、あの句読点の丸三つの返事だけ返ってきて、ミステリアスやな、何のために交換したんやな。調子良かったやろね、今日私行けるわ、行けるみたいな、ブイブイ行けるわみたいな、なるほどね、すごい話ですね。出てない人ね、あ、大吾、僕瀬戸内海の小さな、うん、すごい田舎の島で生まれ育ったんですよ、はい、で本当に、バスもタクシーも信号もないコンビニとかもないんですよ、はい、だからちょっと皆さんとこう、育ってきた環境が違うと言いますか、うん、でその島はやっぱ島のルールみたいな、うん、東京とはやっぱ違うんですよね、うん、で、まあ、うちその貧乏っていうのもあったんですけど、うん、その昔ですよ、相当昔、僕は小学校3年生の時ですけど、うん、今はそんなことしてないんですけど、僕ん家の家の移動手段が下部にの荷台に板くくりつけて、それに兄弟3人でしがみついてたんですよ。こういう状態で姉ちゃん姉ちゃん僕みたいな、はい、島ですからね。でそれで、でも別に僕の友達とか車持ってる人もいて、で運動会の日にいつものようにお父がほな帰るぞ乗れ乗れ言うて、でもさすがにみんな友達が車で帰っていく中、その下部の荷台の長板にくくりつけたやつに乗ってるのちょっと恥ずかしいというか、こんなのは嫌やなと思って、で家帰ってちょっとこう落ち込んでたんですよ。ほんで弟が何をお前な落ち込んどんかいってなって、ででもそう、弟はやっぱその私も車欲しいわっていうの言ったんですよ。おっさんやな。だからそのうちの親父が、うん、なんやお前車欲しかったんかいってなって、うん、早言わんかいそんなことを言うて、日曜日まで待っとけって言われて、で私日曜日になったらその弟が車買うてくるわ思って、うん、日曜日まで待っとったら今度弟がその下部の荷台の板を取って、うんうんうん、そこに発泡スチロールをくくりつけたんですよ。でその発泡スチロールにうちの島で採れた海の幸の冷凍をパンパンに詰め出したんですよ。でそれを乗っけてほんな行ってくるわ言うてフェリーに乗ってそのバイクごと本土に行ったんですよ。で後々聞いたらそこに電話の権利書もなんか挟んでたらしいんですよ。とにかくその海の幸と株一台で弟は本土に向かって、夕方にプルルプルの軽音で帰ってきたんですよ。ブツブツ交換してきて、誰にどう頼んだんだ。でも未だに忘れないですけど、小学校3年生の時、もう こんな車があるのかっていう、この何この銀色みたいな
安い灰皿の銀なんですよ。の K でもうボロボロで、で 4WD って書いてるんですよ。 4WD じゃ絶対ないんですよ。お父が乗って帰ってきて、で車じゃ言うて、で家族初めて家族5人でその K で島でドライブをその夕方するぞってなって、でまあ、お父がこう運転して僕らこう乗ってですね、お母が横に乗ってこう走ってたら、うちの島信号もないんで最初の曲がり角で、クラクションを鳴らしたんですよ。でパッて鳴らしたらパーが止まらなくなったんですよ。もうボロボロ何をしても止まらないですよ。もうパーなんですよ。でそのボロボロの銀の 4WD でその山本家がその帰るに帰れないから島をもう一周せんと、家に帰ってくるのにそのこの車を買いましたよみたいなアピールみたいなパーって言われて、ほんなら姉はもう顔真っ赤にしてもうやめてくれ言うて、でお母もまたもう車止め言うて、もう恥ずかしいけやめ言うとるけどもうどうしようもないじゃないですか。でもこんな時ってうちの親父が一番辛いはずなんですよ、どう考えても。その音がこの時どうなっとんな思って横で僕が見たら、音をまっすぐ前向いて、ちっちゃい声でパーって。なんでやねん。なんでやねん。いまだにわかんない。なんでやねん。だからおかしいって言い過ぎた。いや今すぐ聞け。なんでやったの。聞ける状態じゃない。ちっちゃい声でちょっとパーン。なんで後押ししたの。わかりました。さあそれじゃあまだ喋ってください。おお、すごい、拍手が動くっていうね。すごい。僕の親父の話なんですけど、市議会議員に立候補したんですよ。ホリー発散戦ジム井戸田登場。あれが通すか。おお、すごい、よかった。すごい拍手が動く。なんかすごい。僕の親父の話なんですけど、エロいんですよ。もう80ぐらいになるんですけどまだまだ元気で、でもずっとエロいんですよ。で何十年か前にデジカメプレゼントしたら、そのデジカメで女性のお尻をすごい撮るんですね。で別に考察じゃない、全然考察じゃなくて、知り合いの方にちゃんと承諾得て、このお尻の形好きだからって言って、でも撮るんですよ。そう、でもデジカメのメモリーがもうお尻でパンパンになるんです。それぐらいエロいんですよ。で、まあ、これ中学校ぐらいの話なんですけど、うん、僕が中2の時にうちの親父が立候補したんですよ。愛知県小牧市っていう小さな町なんですけど、市議会議員に立候補したんですよ。でその時に息子だからいろいろ手伝ってて、で親父の人となりをプロフィールを書いたパンフレットを作って、でそれを集合団地にポスティングしに行ったんですよ。で A 棟 B 棟 C 棟 D 棟4棟あって、で僕が A 棟で親父が B と4階建てなんですけど、上からバーッと配って、で待ち合わせして次 C と D と行こうって約束したんですよ。で僕は中学生なんでもう先配り終えて、で待ってたんですけど、待ち合わせ場所にこう待てと暮らせと来ないんですよ。心配になるぐらい来ないんですよ。おかしいなと思って親父の配ってる A と見に行ったんですよ。そしたら助けかけたままですよ。井戸田義孝って言うんですけど、井戸田義孝っていう助けをかけたまま廃品回収に出されてるエロ本を立ち読みしてたんです。最悪やん。それが通すか。元気だな。すごいな。通してたまるか。名前書いた、たすきかけたまま有権者が出したエロ本を読んだんです。もうさすがに僕も何やってんだよって言ったんですよ。そしたら親父が、親に対してなんだその口の利き方は。それじゃないんだよ。それじゃないんだよ。すごいな。それは受かって通ってないよね。3期連続当選。すごい。
ね、まあまあ、副議長まで上り詰めましたから今もお尻大好きなんや。今もお尻大好きですね。元気ですからね。元気だね。長生きしてもらうね。そうです。まあ、3期あったんや。すごいことやな。ありがとうございます。さあ、あっ今日も良くないね。あっ春日さん、はい、父親と初めてゴルフに行った話なんですけど、なんかどうやら息子とゴルフに行くっていうのはすごく夢だったみたいな。なるほど。あ、初めて行った時にものすごいテンションが上がってるんですね、うん、そのウェアも全部新しいのを買って、うん、でドライバーもなんか買い直したりとかして、で、まあ、家までその実家から車で迎えに来てくれたんですけど、それもなんかもう1時間半とか2時間ぐらい先に早く迎えに来ちゃったりとかするぐらいも楽しみで、で、まあ、2人でゴルフで、その時私もゴルフ始めたてぐらいで、全然もうルールとかもあんまりよくわからない状態だったんで、父親としたらもう息子の教えてやると、そういうのもあれで、もうすごい意気込んでるんですよ。で、まあ、ゴルフ場着きまして、でしたらゴルフばっかここに置くんだとかいろいろ教わって、で今日俺がもう全部教えてやるからなと、でゴルフ場もちょっといつもね俺が行ってるとことは違うちょっといいとこ取ってるから、マナーとかもこの厳しいからなみたいなこといろいろ教えてやる。でまあ分かった、いろいろ教わって、でまあカートに積みまして、ゴルフバッグでスタートする前にちょっと写真撮ろう、記念なんで2人でって言って、でまあデジカメ持ってきてまして、でこう探してもなかなかそのみんな働いたりとしてるんで、ゴルフ場の人がなかなかこっちに気づいてくれないんですよ。でダメだな気づかないなとか言って、で父親がもうバーッと自ら行って、ちょ 写真撮ってくれよっつって、でちょっと怒り気味なんですよね、うん、なんかこのなかなか撮ってもらえないとイライラしたのか、うん、これだいたい見えてたよな、さっき目あったよな、うん、分かるだろ写真、こう2人でこうやってカメラ持ってんだからさ、でスタートの時間も迫ってんだから撮ってくれよみたいな感じで、そんな父親じゃないんですよ普段。結構真面目な普通のサラリーマン30年以上やった父親で、もう意気込んじゃってそんな感じのテンションですね。でカメラをお渡しして、で撮っても普通に撮ってもらったんですよ。でじゃあもう行くぞ、もうスタートの時間迫ってるからって、で俺運転するからって、で結構運転するゴルフ場だったんですね自分で。で最初のホールに行こうってバーって行ってたら、なかなかつかないんですよ。あれっつって、あれゴルフってこんなに遠いのかなって思いながら、でもあんま分からないんで、うん、ゴルフ場のことがその時は、えああ遠いんだなっつって、あっつって10分ぐらいつかないんですよ最初のホールに。そんなに広いのゴルフ場はって思ってるんですけど、なかなか聞けないんですよ。でパッて父親の顔見たら、もうなんかこんな感じになってるんですよ迷ってるんですよ最初のホールを、うん、であこれ迷ってんな、でもなんかどうしようかな、着くのかな、うん、ずってまた3、4分5分ぐらい、うん、全然着かないんですよ、うん、でも聞いたんですよ、うん、これあれだよね、迷ってるよね、うん、って聞いたら、うん、迷ってないよ、プライドある、もう怒っちゃったんですよ、うん、で、まあ、じゃあもうしょうがないからこう待つしかないと思って、うん、最初のホール着くまでこれ待ってたんですよ。したら 2,3 分してこうよしみたいなことを父親が、まあ、見つけたんでしょうね、うん、バーって曲がったらそのまま国道出たんですよ。バンバンドラッグってなってこっち、そしたらもうダメだってなってレスキュー呼んで、そしたらレスキュー来てくれて、そしたらさっき写真撮ってくれた人が来て、その人にめちゃくちゃ怒られてた。さっき怒られてた。いやなそれ、こんなことはないですよ普通は。すいませんって父親が目の前でもうすいませんって新しい上の父親が切ない、切ないな。国道またぐ時あるからね、そういうところあるから、そうか、あるんですよ、かれへんけど。さあ、いまーす、桐山さんもね。さあ、これはどうでしょう、よしぐ、ね、いいですか、はい、ですね、吉本で芝居するってなったら、うん、吉本のまあ専属というかもう偉いなんか演出家さんがいらっしゃるんですよ、はいはいはい、で吉本100周年みたいなんで、うん、まあ数年前演劇をしたんですよね、うん、で僕はそれのなんか、まあ、100年を12分割して、うん、で僕らはその漫才ブームの頃の吉本を演じるみたいなのを僕やらせてもらったんですよ、うん、で足立由美さんが主演 で、うん、で藤井隆さんとか来られてて、うん、でその湊さんがやっぱりつくんすよそこに演出で、うん、湊さんっていう女の社員さんなんですけど、
おばちゃんね。そうそうそう。でやっぱその吉本ではやっぱすごい大御所で、うん、もうダウンタウンさんとかも若手の時に演出されてるから、うん、まあ、結構な偉い社員さんとかも、うん、皆さんが右って言ったらもう右になるぐらい、うん、すごい権力ある人なんですよ、うん、で僕もそのおばちゃんめちゃくちゃ嫌いで、なんかもうその変なこと言いよるんですよ、そのなんかダウンタウン私が打ったでみたいな、うん、まあ、その別に言うんはいいんですけど、うん、いやこっち信じろ思てんの思って、いやそんなわけないやん、そういうのがもう固まって僕めちゃくちゃ嫌いなんですよ、で怒るし嫌やなと思ってて、で100周年でまあ演劇するでなって、僕たちなんてもう全然もう端役、もうエキストラみたいな、まあ、喫茶店のもう店員 A みたいな、で僕のシーンがあの足立美さんが長ゼリー振って、僕がちょっと出てきてキッチンに回って蛇口ひねってあの手洗って水出すみたいなシーンなんですよ。でじゃあ1日目稽古行きましょうっつって、で喫茶店はここなみたいな感じで長机置かれて、足立美さんがもう座る椅子みたいな置かれてて、やっぱまあ、足立美さんがまずよしスタートって5分ぐらいの長ゼリフバーって言うんですよ。おすごいなって、うん、で僕がバーって入ってきて、あお客さん来てるって、もうセリフなしで顔だけで言って、うん、でキッチンの方回って蛇口ひねった瞬間、ストップ、よしの水見えへん、もう一回っつって、僕のこの蛇口ひねるマイムが気に食わんかったみたいな、うん、お前のじゃ水見えへんっつって、うんうんうん、そうかと思って、すいませんっつって、で足立美さんがもう一回長ゼリフ言って、うん、うわ申し訳ないと思って、でもうちゃんとしよう思って、もう一回バーッと長ゼリフ終わって、キッチンの方で蛇口バッとひねったら、はいストップ、ヨッシーの水見えへん、もう一回っつって、うん、っ腹立ってきて、うん、その誰も見てないでしょ俺の水なんて、うん、もうええやんそれぐらい、うん、もうセリフもないねんから、うん、と思って、でもう一回すいませんっつって、足立由美さんがもう一回長ゼリフ言ったら、すいませんと思って、もう一回ガーッと言ってこう蛇口バッとひねったら、ストップストップ、ヨッシーの水見えへん、ちょっと来っつって、うん、みんなの前にこう出されて、足立美さんとマンツーマンで、うん、ちょっとあんた水出したい思てないやろって言われて、うん、いや思てるわ思って、うん、いやおかしいやん、蛇口ひねって水出るな思てるなんてありえへんから、うん、いや皆さん俺出そうとしてます、蛇口ひねったら水出そうとしてます、あんたは出そうとしてないみたいな、いや皆さん俺の何分かるんですか、俺は絶対に出そうとしてます、だって足立美さんが流せる言ってんすもん、だから俺は出そうとしてます、いや出そうとしてないっつって、うん、この問答ずっと続いてる、じゃあどうやってひねったらいいんですか、うん、一回やってみっす、うん、全然見えへん、うん、もう一回です、全然見えへん、もっと肩の力抜いてっす、うん、ちょっと見えた、いやちょっと見えたんやから、うん、皆さん今のちょっと見えたんやったらもうずっと見えてたはずです、うん、いや今のは全然ちゃうかったっす、うん、いや俺は普通やと思うんです、うん、いや私にとっては全然ちゃうかった、うん、っていう問答が40分続いて、うん、俺のせいで稽古止まって最悪やと思って、うん、でもう一回休憩挟んで、じゃあ足立美さんのセリフから言いましょうっつって、うん、足立美さんがパッと長ゼリフ言ってる時に、うん、怒られすぎてなんか変なスイッチ入って、いやここでこんな怒られてるやつがセリフ入れたらどうなんねやろと思って、うん、足立美さんが長ゼリ終わった後、あ猫飼いたいな、あでも金ないから無理か、でも全然関係ないセリフ入れます、でキッチンの方回って蛇口バッてひねった瞬間、ストップ、ヨッシーの水見えへん、あ猫ええんやん猫ええんすいません猫いいんすか、猫はええ水見えへん、もう一回もう一回やって、蛇口ひねった瞬間、見えたで今ドバドバ見えたで見えたんやろ何が違うのか分からんけど、でもな猫飼いたいなちゃうねん、猫飼いたいなやねん、いや、うん、俺のアドリブにお前正解しないの、俺のアドリブにグイグイ来よってお前あんたほんまに猫飼いたい思てないやろいや思てるし俺思てたし、その当時俺猫飼いたい思てたし何言ってんねんこいつと思って本番迎えて、いざセットを前にしてやるんですよ、ほんでね僕もキッチン回るじゃないですか、ほんだら客席からもうこっから下一切見えないんですよ、これだから水のやつやろうともお客さんには響かないんですよ、これ何のためにこれやっててんの、みなすさんが笑いながら、あよしごめんっつって、ここ見えへんかったなっつって、でもあんたのこの練習のせいかこっから上でも水見えるでって言ったの泣かしたろか思って見えたんや、やばないっすか、みなすさんには見えたんやお前の水が悪いなこいつ、いやー滑らんな、さあもうちょっと竹山も、うんうん、あ大好き、はい、うん、去年ですね、去年ちょっとうちの父親が、うん、あの体悪くなりまして、手術して入院したんですよ、大輔父が入院先で滑らない話、ビッグ
ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。って言ったんですよ。じゃあ行きます。あ、大好き。はい、去年ですね、去年ちょっとうちの父親が、うん、あの体悪くなりまして、手術して入院したんですよ。で、まあ、あの結果は全然大丈夫やったんですけど、うん、で心配やから手術した後からずっとしばらく行ってて、うん、でお昼ぐらいに大体お父さん大丈夫かって言ったんですけど、うん、お昼ご飯の時に、うん、あの手術後ってこう血糖値がめっちゃ上がるんですって、だからあの血糖値を調べてから血糖値が低いとご飯食べてもいいみたいな、うんうんうん、で毎回こうお昼に測りに来たはって、で大丈夫かって大丈夫や言うてよかったな言うて、で宮川さんちょっと測りますねって測って、なここにちょっとなんか細いのでこう刺して、うん、その血をなんかにこう乗せて血糖値測るんですよ、うん、で宮川さん測りますねってで測って、あれ血糖値高いですね、なんか食べはりました、いや食べてへん言って、うん、何も食べてへん、あそうですかって、じゃあちょっとインシュリン打ちますね、うん、いやもうインシュリンやめてください、もう嫌なんです言うて、うん、でお腹めくってうっ、ん、って打ってうっ、ん、言うて打たれて、で、あ大変やなお父さん言うてたんですよ、うんうん、で2日目行って、ほんでもう一回あのお昼ぐらいに行ったからまた調べます言うて、でやったらまた血糖値高くて、あれ宮川さんまた血糖値高いですね、うん、おかしいですねこんな、なんか食べはりました、いや何も食べてません、うん、でおかしいなと思ってその看護婦さんどっか行きはった後に、うん、冷蔵庫を開けたら、うん、焼きプリンビッグみたいな2つとでかい方、腹立つな、で炭酸飲料で乳酸飲料、ほんでなんか缶詰のなんかあのフルーツのゼリーみたいな、でいやお父さんこれ食べてるやん、うん、いやもう我慢できんやんいやもうあかんって、これ今はおとなしい人かなあかん、これ持って帰るねん言って、で絶対食べたらあかんで、ほんまに言うて、今大事にしとかなあかんって、うんうんうん、分かったお前の言う通りやな、ほんまに悪いな言って、うん、いやいや泣かんでええから頼むし、もう食べへんかったらええねん、うん、元気になってから食べよう言って、うん、でまた次の日行って、うん、でまた測りに行きはったんですよ、うん、これまた高かったんですよ、うん、でちょっとお父さん言うて、もう看護師さんいる前で言うた方がええわって、うん、お父さんなんか食べてるやん言って、うん、いや食べてへん、いや食べてるやんまたこれは言うて親子喧嘩始まったんですよ、うん、食べてるやんって何食べたんって言ったら、もなおって言ったんですよ。夜中の王様のもなおでっかいやつや、あかんねん腹筋みたいなやつやろ、もうでっかいもなお食べた腹筋みたいなやつ、でお父さんもなおあかんやん言うたら、分かった言うて、もうモナを食べなさい言うて飲酒に打たれて、腹してやって言腹立つな、もういや腹立ちましたね、商品名で言うね、腹立つ、もう今は元気になってんな、はい大丈夫です、よかったよかった、さあもうちょっと決まって、あっ、あっ、これうちの親父の話なんですけれども、はいはいはい、うちの親父、喫茶店やってたんですよ、はい、おー、来たほんで、ちょっとお客さん入らへんなと、どうしよう大輔と、うん、これちょっと考えようと、ね、ほんで考えた時に、うん、水槽買おうと、うん、大きい水槽買って、うん、お魚とかいっぱい入れといた、綺麗なあれを作っといたら、うん、いっぱいお客さん来るん違うかと、うん、ね、ほんでその中に何入れよう大輔と、ちょっとこうカタログなんか見ながら、ほんならバナナイソギンチャクいう真っ黄色のものすごい綺麗なね、小さいバナナがいっぱいあるような、そんなイソギンチャクがおったんですよ、これ大輔ええぞと、まあ高いけどこれちょっと無理してやってみよう言うて4、5匹入れたんですよ、それを、ほんで海のもんも入れといて、ほんでそれをこうなんかこうやってもうたんですよきちっと、ほんでお父さんがこう見ながら、これで明日お客さんいっぱい来るぞ大輔と、それも自信満々ですよ言うてそのまま電気消して帰ったんですよ、ほんでお父さんとちょっと早い感じで次の日のあのオープン行ったんですよ、ワクワクや、ほんでパッて見たらその水槽にその昨日まで綺麗やったバナナイソギンチャクが一匹もおらへんわけですよ、でどないしてんと、こんなイソギンチャク泥棒に合うわけないやないか大輔、
どれやとんねん言って、上の蓋パカッて開けたら、こう水巡回するとこに、芯でこれぐらいに縮まって、5匹、ポコ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 なっとったんですよ。回ってたよ。で、なんでじゃ言うて。なんでじゃ言うて。こんなもんあっかい言うて。もう。魚入れろ魚言うて大好きアロアナ買うてこいと分かったお父さん言うてバイク乗ってアロアナ買いに行ったのアロアナ高いよ高いよ20万ぐらいしたんやほんでアロアナ買うてきた言うてもうお客さん来るよ言うてもう入れてまい言うて親父ベローン入れたんですよほんでアロアナスポーンって入った瞬間に恨むなんでじゃ言うて大好きなんで死ぬの大事やとおい言うてほんならアロアナは淡水魚やったんですよそのまま海水に入れてもこれぞボンミスやんボンミスなんですよでその日はもうダメでもうあかんと俺次何しようと海水は難しいともう淡水で行こうとほんで淡水にしたわけですよほんでグッピー入れようとあれ安いし1匹200円ぐらいやしそれ100匹ぐらい入れてまえとなるほどほんでそのグッピーを100匹バラバラを入れたんですよねほんで親父がおーしゃこれは綺麗とお客さん来るぞとやろよっしゃよっしゃ大丈夫や言うててほんでまあお客さんも綺麗や綺麗や言うてちょっと評判になっててほんで2週間後ぐらいですよ親父が朝おいちょっと大好き見てみとおい大輔ここ見てみろとここの門のとこよう見てみろとでパッと見たら稚魚が子供が生まれてたんですよ子供がいっぱいうわーなってたんですよでよかったとな100匹やけどもう200匹300匹になってお客さんもっと来るぞ言うてよかったな大輔と帰ろうとでもその前閉めて帰ったんですよで次の日ですよ次の日親父が餌やろう思ってこう行った瞬間にこう赤ちゃん見よったんですよほんならおいちょっと待ってただっけ赤ちゃん一匹もらへんやんけこれえどれやったんだこれってであその上の赤ちゃんが子供がフィルターにペスッて大事なとこ取れたんだペッタッて言うてたフィルターがフィルターの吸い込むあれがあの強すぎて調節全部へばりついとったなんやこれ言うてなんやこれでその喫茶店も残念ながらもう潰れてまいりましたはい、潰れる前の喫茶店のコーヒー一杯何ぼやったっけ潰れる前は350円ですでも間近はもう850円高っ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 粗品粗品いい感じで回ってますねあの3人家族なんですけど僕、うん、一人っ子で、うん、父ちゃん母ちゃんなんですよ、うん粗品粗品いい感じで回ってますねあの3人家族なんですけど僕、うん、一人っ子で、うん、父ちゃん母ちゃんなんですよ、うん、でこの父ちゃんっていうのが、うん、僕が小学生の時ぐらいからちっちゃい時からずっとね、まあ、明るい男やったんですよ、うん、で、まあ、これはちょっと珍しいんかなと思うのが結構ねボケる人やったんですよ子供の前でそれもなんか会話の流れでファッと気の利いた面白いことを言うとかではなく結構振りかぶってボケる人やったんですよ例えば小さい時に公園行ってなんかキャッチボールを父ちゃんと二人でやるんですけどもう毎回一球目父ちゃんから投げるんですけどおいじゃあ行くぞっつってグローブ投げるんですよでボールじゃなくてでああ間違えたわって言うんですでまあ僕もちっちゃいからいやいや逆やろとか言えなくて、うん、まあまあ「あーい」みたいな感じやったんですよね、うん、結構ボケるなっていう、うん、とかなんか USJ に家族3人で行った時とかに、うん、チケット売り場行ったらもう平気でチケット売り場のお姉ちゃんに「子供3枚で」とか言うんですよ、うんはい、で、まあ、僕もそんな「うん、いやいや大人やんけ」とかももちろん言えないですから「はい」って言ってたんですけどちょっとこの頃ぐらいから怖くなりだして。あれもしかしてちょっと俺の父ちゃんボケ弱いって思い出したんですよねあれボケ弱いかもなみたいな
父ちゃんがボケ弱いの嫌じゃないですか。まあ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 、ね、プール行こうってなって、うん、よう行ってたプールあったんですよ。宝塚に絞りプールってのがあって、はいはい、なんかそこによう家族で行ってたんですよ、うん、で売店で父ちゃんがフランクフルト1本買ってきて、うん、フランクフルト2本買ってきたわって言うんですよ、うん、でいやえ一本やんっつったら、うん、いや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 ってそのフランクフルトを股間にこう当てて、そっちも来たか、ほらって言うんですよ、うん、あボケ弱いなそう父ちゃんボケ弱いどうしようって思ったんですよ父ちゃんのボケ、いやこれ分からんけどなんかコンプレックスになってきて、僕授業参観とかでもし父ちゃん来てお前の父ちゃんボケ弱いって言われたらどうしようってめっちゃ嫌やったんですよずっと。そうか。でそんな父ちゃんがまあ、僕が高校生の時にめちゃくちゃ病気になったんですよ。もともと僕が小さい時から体は悪かったんですけど、僕が高3の冬前に余命宣告されたんです。もう普通にお医者さんに あと1年です余命って言われたんですけど、ここで僕ほんまに父ちゃんが明るい人でよかったなと思ったんですけど、その余命宣告を受けた家族会議みたいな、うん、個室の病室で父ちゃんのベッド囲んで3人でやるんですけど、いやこれはなもうほんまに悲しんでもしゃあないねんと、うん、父ちゃんが言うんですよ、うん、いやマジでもう俺はもう1年で死ぬのはもう決まってんねんから、うん、もう家族でちょっと楽しい思い出を作る1年にしようって言い出したんですね。でいやなかなかそれ言えないじゃないですか、自分が知るの決まっててもう悲しまんとこうぜ、でもう家族で楽しく思い出をいろいろ作ってこれを俺への手向けとしてくれや、うん、みたいな話をして、うん、いやほんまやなそうしようって言ってめっちゃ勇気出たんですよ、うん、で父ちゃんもそうやなじゃああったかくなりだしたらまたちょっと久しぶりに公園でキャッチボールとかしようぜみたいな、うん、あええー、なちょっと長らくやってへんなみたいな、で僕もあほんなちょっと夏なったら絞りプール行って、うん、ちょっとまた泳いだりみんなでしたいわみたいな言って、うん、あせやなみたいな、ほんでなんかわからんけど秋冬なったらUSJ もまた行きたいなぁ言うて、はいはい、でなんか乗り物とか乗んのはちょっと難しいかもしれんから、まあ、ショーとかパレードとか見てちょっと楽しもうやみたいなのをもう3人で泣きながら、うん、うわーって喋る一夜があったんですよ、うん、でほなその次の月に死んだんですよ、うん、父ちゃんが、うん、いやボケ強すぎるやろいや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 、ボケエグいってボケ、ボケちゃう、体張りすぎやろ、いや1年って聞いてたけど次の月に死んだんですよ、いやボケ強ボケちゃうから、一応もう高校生ですから早いなって突っ込みましたけど1年って聞いてた、いやボケめちゃくちゃ強ないっすよ、いや滑らんなって言えるか滑らないボケ強かったな、うん、明るい父ちゃんでしたから、ね、明るい父ちゃんでよかったうちのお父がうちの猫がコウモリ半死にのコウモリ捕まえてきてこうなってる時にろうそく持ってこい言うてろうそくのろうを垂らしてコウモリがギャーギャーっていうのをめちゃくちゃ笑ってた、めちゃくちゃボケ強いお父ちゃんそれはしんみりせえへんけど笑われへんおかしなってますよ。さあ、もうちょい行きますかね。はい。あ、欲しい。あれ、どうですか。あ、行きます。か。いいじゃないですか。いいですね。行っちゃいます。いいですね。いいですね。誰が出てくるんでしょうか。それでは招待プレイヤー一人目はこの方です。どうぞ。滑らない話。招待プレイヤー、ミスター。コメディ史上優勝、三谷幸喜。ええ顔してるな。幸喜、三谷、ミスターコメディ史上優勝。日本一の喜劇脚本家が滑らない話参戦。三谷さんや。よろしくお願いします。ということで改めまして、招待プレイヤー三谷幸喜さんです。さあ三谷さん、なぜ受けていただいたんですか。わからないですね三谷さん大丈夫ですか今日。わからないです。今まで味わったことのない今精神状態です。いやこれなかなかですよね三谷さん。芸人ですしね、やっぱり怖いですよね。初めていいですか。あ、何ですか、もうそんなもうそんなことも雑談もダメなんで
喋りたいですね。あ、じゃあ、はい、よろしくお願いします。あれは僕が中学生の頃の、はい、まあ、ちょっと甘酸っぱい体験なんですけれども、はい、親戚が九州にいまして、はい、で遊びにおいでって言われたんで、あの家族で東京から行ったんですね。で長崎 の、 あの平戸というところ、あのご存知の方いらっしゃるかもしれません、はい、すごい海の綺麗な、はい、ところなんですよ。でそこにこうみんなで行ったんですけども、まあ、海水浴場って感じじゃないんですけど、こう岩場になってて、でこう入江みたいのがいくつもあって、で水が本当に綺麗で、でも誰にも見られないでそこでこう一人で泳ぐことができるすごい綺麗なところなんですよ。でそこで僕はその日、まあ、家族ともちょっとあの離れて一人でその岩場のこの入江みたいなところでこう泳いでたんですよ、はい、ものすごい気持ちよくて、もうすごいいい天気で、もうあの日はこうさんさんとさして水も冷たくて気持ちよくて、ものすごいこうなんかこう解放された気分になって、でももっとこの解放感を味わいたいっていうふうに思いまして、はい、で海水パンツを脱いでみたんです。はで右手にこう持って、でそのままこうやって浮かんでたんです。ほんと気持ちよくて、はい、もう生まれてからこんな気持ちいいこと初めてだぐらい気持ちよく浮かんでたら、突然なんかこう体に電気が走ったというか、ムズムズってなって、で気がついたら射精してたんです。それも生まれて初めての、はい、医学用語で精通っていうふうに、はい、あの精子の精に通じる、はい、精通、あの失禁じゃなくてですかね、精通です。はい、もう 見てすぐ分かった。はい、すごい。うわ、なんでこのタイミングで、うん、って思うじゃないですか。はい、でも怖くなって、はい、怖いですよ。いやもうこれもう帰ろうと思って。怖いですね。で海水パンツを履いて、うん、でこう泳いでいったんですけども、うん、ふと見たら、うん、その僕が放ったものがついてきてる。わかります。本当ならわかります。ずっとついてくるんです。なんかあれね、そうですね、粘りがありますから。でもどうしようと思って、で怖くなって、もうちょっとこうあっち行ってくれ。子供たちごめんねって感じで、あのかき混ぜて、でなんとか逃げ切ったんです。で家族の元に戻って、でそれでもう東京にも帰ってきたんですけれども、それからすごく不安になって、なんでかっていうと海って。神秘の世界じゃないですか、はい、何があるかわからない、はい、もしあの日その入り江に魚がいて、魚が体外受精をしていたとして、メスの魚が受精卵を出して、はい、オスの魚はそこにこう精子を与えて、はい、そうそう、なんかそういう映像見たことあって、はい、もしそこに僕の放った子供たちが行ってしまったら、はい、受精してなんとくっついたらどうなっちゃうんだと、とんでもないことになるんじゃないかと、それの、まあ、中学生だからもうすごい怖くて、でもう新聞もう朝刊見て開くたびに長崎で不思議な魚見つかるみたいな記事が出るんじゃないかと、もうほんと怖くて、で写真とか出たらもう顔は僕じゃないですかきっと。それかまあ下半身が僕かどっちかですよね、川魚で。でもし捕獲されてたとしたらやっぱ引き取りに行かなきゃいけないじゃないですか、僕の子供ですから。もう本当怖くて、もうその夏ずっともうそのことばっかり考えて、もう不安で不安でたまらなかったという。本当に面白いんですけど、4つ目ぐらいにする話だ。いきなりする話なのかな。怖いですよね。いや、あのお風呂でもそういうことあった時に、後で姉ちゃん入る時怖かったりしますよね。 あれそうでもなかったです。いや、お姉ちゃんいないんだ。わかります。僕白いタイルのとここうね、やった、あこう探しましたもん、ないか、ドロッとしたもんか。すいません、そういう話したかったわけじゃないんですよ。いや口に切りましたよ。大きい心で言うと一緒ですよ。なるほど。いやこれ面白かったです。皆さん、はい、ちょっと一旦じゃあれですけども、もしかしたらもう一度とかありえるかもしれないですよ。どうですか。
全然大丈夫でしょ。今の出しちゃったからな。いや大丈夫でしょ。いやいやいや、まだまだ。その出しちゃったからな、もう何が分かりづらいな。ということで、招待プレイヤー三谷幸喜さんでした。いいよ。わかりました。自分やっぱロケが多いんで、はい、やっぱロケ芸人でよくロケ行くんですけども、やっぱ時たまディレクターでもいろんな方がいて、皆さんも経験あると思うんですけども、っていうディレクターがやっぱたまにいらっしゃいまして、はい、ほんでそれは牧場のロケだったんですよね。でまあ朝入って大体このオープニング撮る15分ぐらい前にこう台本渡されて、はい、こんな工程ですっていう感じでやってくんですけども、はい、まず台本が芝居かってからこの分厚いんですよ。30分番組ですよ。怖いな。でバッてやると自分のセリフ5行ぐらい始まって、あっちのご主人とか牧場関係者の人もう1人3行ずつぐらいびっちりあるんですよ。ああこれ嫌だなと思って、嫌な予感するなと思って、これカンペとか出してくれるんですかって言ったら、あもしあれでしたら出します、あ分かりました、じゃあもうなんかそんな感じでいきましょうって言って、まあご主人が来まして、それで搾乳のコツとかをこう押さすんです。ほんでご主人はご主人でもう必死にこう力具合とか朝の時間帯で餌にこだわってとか言ってたんですけども、でそれ終わったなと思って、分かりました、じゃあ次はヨーグルトですねって言って、はい大丈夫ですかねって言ったら、あーこの分厚い大根めくってきましたね。ご主人このこだわりの餌のね、あれを言ってないんですよ。いや、あしたらご主人、あすいません忘れました、これ言わないとご主人ね、ちょっとこのシーンがまとまらないんで、ちょっとそっからお願いしますって。っつって、でそんなのついたんですよ、これが抜けてるあれが抜けてる、うん、で昼休みの時にディレクターに、いやもうワードでヒントをくれと、うん、例えば餌のこだわりってパンと出してくれたら、うん、俺がご主人に、うん、餌のこだわりは、うん、あやるから、餌はですねそれプロフェッショナルだから、もうヒントもらえればパンパン喋るじゃないですか、はい、で俺が質問したとこカットすればいいだけじゃないですか、はい、ご主人から喋り出したみたいな、はい、そうやりますからそれしましょうと、いちいち止めて、でご主人もどんどんやっぱ NG になっちゃうんですよ、意識して、飯尾さんすいません飯尾さんすいませんって、だからやめましょうって、分かりましたって、昼飯食ってる時そのディレクターも火がついたのか、昼飯食わずロケバスでずっとなんかカンペを書いてくれてたんですね、ワードを。で次 バターのシーンになったんですよ、うん、でバターねえ絞りたて牛乳をつってわーって喋ってて、ちょっとこう記念すべきですよ、そのディレクター初作ってもらったカンペがありました、うん、パッて言ったら丸派って書いてあるんですよ、うん、ひらがなで、うん、っつって丸、一応丸派ってご主人言ったら丸派つって分かんないんで止めたんですよ、もう、うん、すいませんっつって、うん、ディレクター、これ丸バツ、あ、発酵バターの歯ですけど、それヒントだけじゃねえかと思って、丸歯ですよ、意地悪やね、いや俺はワードだけワードから発酵って書いてくればいいじゃないですか、それ発酵っていうのに丸歯でヒントだけなんですよ、どんな感じなんですかって次丸札って書いてあると殺すで、殺菌した生クリームのことですとかわけわかんない札に丸書かれても怖いな、いやもういやそういうことじゃないんですよ、そういうことじゃないよね、だからそれだったら生クリーム、どんな生クリームでも分かりますからっつって、あそうですかっつってパーッとめくると全部うとかう丸 A 丸とかほんで最後 C 丸なんですよ、締めですそんな千葉の空の下の出来事でした千葉の空の下千葉のロケか頭文字だけ、あもうそれしやめました、えそうなんや、その後なんかロケで、うん、3人に NG くらってやりましたそうだね、なかった一生懸命やってるの、一生懸命やってたんですけど、ね、誰に NG くらったか丸でいいんで教えてもらってイニシャルトークじゃあいきます、はい、はい、あれ小山いきますか、はい、僕結構年いってから東京のテレビとさせていただくようになりまして、うん、そのよその事務所の方々と触れる機会が、まあ、東京に来たら多くなりまして、うん、そのどなたが先輩で後輩かもう一つちょっとよくわからないというか、はい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 、でもう僕が全然テレビ出てない時からテレビ出てはるから、もうこの人は売れてるし先輩やと思ってたら実は後輩 やったとか、うん、なんかそんなのもあるからよう分からんので、東京の収録の時とかはもう先輩か後輩か分からんけど、よそさんの事務所の方々でおそらく、うん、同期か先輩か分からん人にはもうご挨拶行かせてもらってたんですよね、うん、アンジャッシュの渡部さんご挨拶させていただいたりとかしてて、うんうん、
で、その、あの渡部さんがすごいこう、いやいや、そのやめてくださいとか言うてくれはるんですよ。いやいや、もうあの、覇者なんで、もう、とかって言うてたら、何回か行った時に、いや、もうほんまやめてください。あの、小島は、きっと小籔さんより先輩かもわかんないんですけど、僕は、小籔さんより後輩なんですよ、ネットで調べたんですみたいなことをおっしゃるんですよ。でも僕の感覚では陣内さんとタメ口アンジャスさんは喋ってはったような気がしたので、いやそんなことないです言いながらでも挨拶したり、それでちょっとお話しするようになった時に、小籔さんってあの大阪でご飯とかよく行かれるんですよね聞きましたけど、渡部さんがこうちょっとこうグルメで、まあ来てる感じの時に、あ、はいとかで、あ、こんなお寿司屋さん美味しいって聞いたんですけどどうですかっていうか、あ、僕そこすごい美味しいと思いますみたいな、あ、そうですか、と結構好きで行ってるんですみたいなこと言ってたら LINE 交換してくれませんか、はいはいはい、で、なんかじゃあ僕の情報送りますみたいなことを言ってたんですけど、まあそこまでそのなんていうんですかね、あちらの方が売れてるし、なんかその誘うもちょっとあれやなと思って、なんかそのままが数年続いてたんですね、はいはい、で、あの中村アンさんという、うん、まあ、僕あの番組であのご一緒してたからちょっと仲良くさせてもらってるんですけど、ある時に中村からこう、この間披露宴行った時に渡部さんと隣の席になって小籔さんの話になったんです、うんうん、3人でお寿司行きませんかって渡部さんが言ってるんですけどどうですかって LINE 来たんですよ、うん、あ、全然あの行かせてもらいたいよっつって、ありがとうっつって、行こう行こうとかって送ったんですけど、うん、その時あれ待てよと思って、いや僕はあちらの方が覇者やし上やと思ってたけど、向こうは俺のこと先輩っつってたと、うん、あちらの方が売れてるし金持ち、そしてまたグルメ分かってるけど、ここはもう俺に仕切らせてほしいなというか、僕が店決めてお金払いたいというか、それでなんか後輩のふりしてごちそうさまですっていうのはちょっとダサいから、中村にもう一回ちょっと悪いけど俺もそのご飯行くんやったら3人で俺がお金払って店決める、これが条件、これじゃなかったら俺絶対行けへんから、そう言うといてくれっつって言ったら、中村がなんか白と黒のなんかわけのわからん犬か猫がようわからん大きいスタンプでみたいなの来たんですよ、わかりにくいな、そうで、なんでですかみたいな、いや別にご馳走になったらいいと思うんですけどてんてんてんみたいな、来たからもうちゃんと説明しようと思って、いや渡部さんの方が覇者やで、お金持ちそしてグルメでもあるもちろんで、中村も渡部さんが決めたお寿司屋さんに行きたいやろうけども、うん、ここは俺がなんか先輩っぽいこと向こうに言われたと、うん、だからお金も俺もないしグルメもなちゃうけど俺に全部仕切らせてくれ、うん、それはもう芸人としてダサい、俺が絶対金払う、これじゃなかったら俺は行かへんみたいなことを、まあ長文でパンって送ったんです、うん、中村がまたアホみたいなスタンプで、ああそうですかみたいな、で分かりました、まあ言うときますみたいな感じだったから、よかったよかったと思ったんですけど、あ、よう考えて俺渡部さんの LINE 知ってるわと思って、それで俺直で言おうと思ったから、あ、中村あの俺渡部さんの LINE 知ってたから俺から言うわみたいな、だから言わんでいいよみたいな、あ、分かりましたみたいな言うてんで、僕アンジャス渡部だいぶ久しぶりにこう検索して、あのすいません、あの聞きました、中村からあの聞いたんですけども、あのお寿司に行くというお話になって披露宴で隣になったみたいですね、ありがとうございます、でもですねちょっとこれ申し訳ないんですが、あなたの方が覇者、お金持ちグルメではあるんですが、あの僕にここはちょっと仕切らせてください、僕の方が前先輩やというふうにおっしゃっていただいたので僕がお金を払って、そしてお店も段取りさせてください、すいませんこれでいいでしょうかみたいな送ったんです、うん、ほんなら何時間かしてから渡部さんから、え、何の話ですか、人間違えちゃいますって来たんですよ、 え、うん、え、と思って中村におい渡部さんってまさかって言ったら、え、渡部篤郎さんですよって来たんですよなんで俺が渡部篤郎より先輩やねんほんで俺に渡部さんって言ったらアンジャッシュやねんその篤郎を渡部で組んなよなんで俺がその篤郎より先輩でなんで俺が仕切って金払わなあかん篤郎やと思ってもらうわそんなもん僕に渡部さんって言ってえ篤郎さんとご飯って言ったら痛いですやん絶対アンジャッシュですやんその中村がその渡部さんっていやもうここやなこれで何やってんあのいやいや正しい正しい正しいやん正しいやん巨頭やん巨頭俺がこっち俺が送りたいわというかだって俺に渡部さんは絶対アンジャッシュやんそれでいや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 今渡部さんもしこれテレビ見てたら渡部さん多分これ
僕とそんなお寿司の話なんかなります？普通かもしれんやんか。だってその例えばリンゴさんがバンド組もう言うてます言うた時に、えビートルズのって思うやつ痛いですよ。それはね、リンゴさんそれはそうでしょ。俺に渡部はアンジャッシュ、俺にリンゴはハイヒーローなんですよ。ごめんこの話終わってんのもう。まだ腹立ってるからまだ喋らせてください。まあ結果中村アホやったりは話ですけど、そうではないですよ。後日篤郎さんにむちゃむちゃ高い銀座のお寿司とすごい高いのと貸し切りのバーを連れてもらいました。結局、はい、すごいね、はい、さ あ, あ次行きたいと思います。はいはい、去年なんですけどね、はい、親父が死にまして親父の葬式にね、この後父親のお葬式で起きた滑らない話。ここまでの放送は花王三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。やばいのかな。やばい。去年なんですけどね、はい、親父が死にまして親父の葬式にね、はいはい、まあ、僕はまあもちろん息子として、ね、はい、行くんですよ、うん、でまあ行ったんですけど、やっぱこう葬式なんでしんみりとした感じですよ、うん、緊張感もあるんですが、うん、親父がねこう棺桶パカッと開けた時に、まあ親父がこうね、うん、もう亡きがらがこうあるわけですよ、はいはい、でうちの兄貴なんかがじいちゃん、まあじいちゃんですね、ああじいちゃん大変やったよかったなってもう楽になるなって言うんですよ、はい、でお酒が好きな人でしたから、ああ結構長いことお酒を飲めなかったんですね、入院してたから、やっと飲めるでって言って、カップ酒をね、はい、カポ好きなだけ飲んでやれバチャ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 って親父にかけるんですよ、ひとしもかけだってパコパシャ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 パコパシャパシャ、えらいかけるな下大丈夫かこれこれから焼くのにこんなに酒かけて酒蒸し状態になる親父途中で口開けちゃうかなって、朝日やねなんか俺ちょっとおかしなってきたけど、わ、これ悪とあかん悪とあかん、まあそれはええわと、ここでさよならしまして、とじゃーってみんな言うて、でその後焼きに行くんですが、でこれがまたびっくりする、うちのおかんなんですけど焼き上がりました、まあ焼き上がったっていう言い方もあれなんですが、そしたらまあ皆さん経験ありますか、はいはいはい、まだ骨が熱いんですよね、はいはい、で箸で、はい、皆さんお箸で足の方から骨壺に入れていくんです、はいはい、でまあそこ熱いので骨壺に箸でこう入れていきます、だん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 冷めてきます、はい、で冷めて この辺結構この喉仏と頭蓋骨が大事な、はいはい、パーツ、まあ、メインですね、メインなんですよね、はい、で皆さんもうこの辺まで来たらもう熱くないので、はい、もうお箸いりませんと、うん、で頭蓋骨はどうか奥様、うん、まあ、だからうちのおかんですよね、うん、入れてあげてほしいって言って、でうちのおかんが頭蓋骨をこう持った時に熱っって言ったんですよパンって一回投げたんです、熱っやっぱ熱ないわなんやねんなんやねんそれ持てたからねそんなことあるけど熱っあーやっぱ熱ないわなんやねん熱いちゃんか熱いちゃんか熱い熱いでもう笑ったらあかんかあんな最悪のお調子でしたちょっと投げたんですちょっと投げてやっぱ熱ないわありますからねあるけどその時はそこじゃないさ、行きます降りたかったおおあります、ね、ちょっと親父の話で、はい、
ですね、うちの親父警察官でして、うん、で身長が183センチあって、うん、体重が110キロあるんですよ、うん、もういわゆるもう巨漢なんですね、うん、で僕親父は休みの日よく沼に釣りに連れてってもらってて、うん、でその日も沼に釣りに行ったんですけど、うん、それでその日沼に行ったらその沼のところに暴走族が20人ぐらい溜まってたんですよ、うん、でその暴走族がタバコを吸ってまして、うん、で親父も警察なんで、うん、おい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 つってお前らよお前そんなっつったらバカになっちまうぞあいつって、うん、したらもうヤンキーなんでなんだてめえこの野郎ってなるじゃないですか、うん、でも親父もそのお前ふざけんなよお前何生きがってんだお前よつってもう本当にもうバチバチになって、でそのヤンキーの暴走族のその一番総長ですか、うん、それがもうやっちまうぞこらって言った瞬間に親父が沼に飛び込んだんですよ、うん、で後で聞いたらその20対1は陸の上じゃ勝てないからそうですで水の中だったら勝てんじゃねえかと思って飛び込んだらしいですよ。で沼に飛び込んでそのヤンキーにお前らかかってこいって言った瞬間にそのヤンキー20人が全員思いっきり親父に石投げたそうだそうだ一人ずつ飛び込んでいけずっともこってやめろやめろなんで親父は水の中をホームや思えよいいっすね面白いっすねスピンって言ってんのに滑れへんねこれすごい行きますお本味あ一番 ありがとうございます中部地区代表名古屋からの参戦アンダーポイント本味大芸歴15年目ちょっと変わった名字でお前、ねまあ、日本全国に100人ぐらいしかいないっていう話でまあいるねまあいますねまあまあいます、ね、東京のテレビ収録で来たのは初めて初めてですね、今ちょっと待ち時間はあったんですけど、はい、僕だけが喋る人はいなかったです痛いですだからみんなそれぞれなんかやっぱ顔見知りだったりとかそうか、はい、名古屋なんですよね名古屋です名古屋です地元名古屋ではテレビやラジオなど数多くのレギュラーを抱え冠番組まで持つ人気ぶり今回東京での初仕事で地元名古屋に錦を飾れるかうんいやもう無理やごめんなさいごめんなさい一番に出るかなと思わなかったんで本当に3年前に亡くなった父親の話なんですけど、まあ、この父親がちょっとなかなかな感じのお父様で、はい見た目は石原裕次郎さんにすごいそっくりで、まあ、かっこいいお父さんなんですけど、うんで日本拳法と、うん空手と剣道の有段者、うん、でまあ腕とかも太くて、はいはい、で、まあ、いつもサングラスをかけてて、まあ、知らない人が見たらもうちょっと怪しい仕事をしてるんじゃないかみたいな感じのお父さんだったんですけど、はいまあ、実際は僕が物心つく前から、うん父親が亡くなるまで、うん、一切働いたことはないお父さんだったんですね、もう全く働いてなかったんですよで僕はもう小さい頃からなんでこの人は働かないのかな母親ばっかに苦労させてもういつも家でゴロゴロしてるしって、まあ、聞きたかったんですけど、はい、何してんのって言って、はいはいはい、でも本当怖い父親だったんで、まあ、働かないくせに、はい、すごく厳しい父親だったんでそういうの聞けなかったんですよ、はい、ただ酔っ払ってる時にうちの父親は俺は小説家だと言っていて、うんうん、でこの格闘技の経験を生かして、うん、小説を書いて、うん、でそれが映画化されて、うん、でその映画の主演にジャッキー・チェーンに出てもらうっていうのが俺の夢だっていうことをずっと言ってたんですよ、はい、でも本当にもう何言ってんだこの人みたいなまあ怖くて働いてなくて嘘つきの父親っていうのが僕のもうずっとのイメージだったんですよ、はい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 、でまあそっから30年経ちまして、うん、父親も亡くなって、うん、で去年の話なんですけど僕パスポートが必要になって、はい、でパスポートって本籍が必要じゃないですか、うん、で本籍がどこかちょっと分からなかったんですよ、うん、で父親が昔住んでた場所っていうのは分かってるんですけど、これどこだっけなと思ってる時にネットを見てたらなんか自分の名前を検索したら住所とか電話番号が出てきためっちゃ怖いみたいな書き込みを見つけたんですよ、ね、であこれだと思って僕名字すごい珍しいんで、はいはいはい、父親の名前を打ち込めばもしかしたら本籍も出るんじゃないかなと思ってまあまあ父親の名前を打ってみたんですよそれはまあ4つ目に
週刊少年サンデーって書いてある記事が見つかったんですね、うん、で、あれこれ何かなと思ってクリックしたら、うん、あのゴーストスイーパー三上っていう作品の漫画書いてる方の、あの椎名先生の記事が出てきて、その椎名先生がゴールドスイーパー三上を書く前に一番初めにサンデーでまだ素人の時に賞を取った時の記事だったんです、うん、で、なんでこんなん出てくるのかなと思って一番下の方までクリックしていったら、あのその同時に他にも受賞した人やっぱいるじゃないですか、はい、のところの全員の名前が載ってたんですよ、はい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 、でまあ漫画部門って言って、まあ、その賞をもらったところに椎名先生とか書いてあって、その下に原作小説部門って書いてあって、佳作のところにうちの父親の名前があったんですよ。うわ嘘じゃなかったんだと思って、30年越しのごめんなさいだなっていうのになって、でもあの怖かった父親がどんな作品書いてたんだろうと思って、あのタイトルを見るじゃないですか、そしたらアフン憲法天平くんっていうエロ小説です。いや、ジャッキーやるかとか、そんなにジャッキーやるかとか、何その作品何これってどういう作品なの。ひどいな。ジャッキーは特に映画何でも OK けど、はい、下ネタだけは NG やからね。 NG だと思う。すごい、いや面白い、面白い、素晴らしい。はい、じゃあですね、まあ、何年か前なんですけども、うん、ある番組で、ゲームをやって、あの負けた場合罰ゲームで、はいはい、父親とあのアダルトビデオを見てこいっていう、そういう罰ゲームがあったんですよ。もう最悪じゃないですか、負けたんですよ、うん、で、あの僕そういう父親とそういうなんですか、性の話もしたこともないですし、ちょっと厳しめの親だったんです、かなり異性の話もしたことないんです。うわどうなんだろうと思いながら実家行きまして、でも切り出しが分かんないんですよね、そんな話もしたことないから。どうしようと思って、じゃあまずちょっと相談みたいな感じからじゃあ入ってみようかなと思って、実はもう最近実はさ、なんだよ性欲がちょっとじゃないんだよねみたいな、どうしたらいいのかなみたいな、ちょっと真面目な感じのトーンでちょっと入ってみます。そしてどういう話するのかなと、えもうそうか、一応なんか聞いてくれる感じになって、もうピーナッツとか食べればいいんじゃないのかみたいな、ああそうなんだと思いながら、まあ、聞いててで、ああそうかなんて言ってたんですよ。でもうタイミングでいくら測っててもやっぱり自然な流れってできないんですよ、でも行っちゃえと思って、うん、実は今日ねと、一緒に見たいもんがあるんだ、うん、じゃお土産持ってきてんだ、うん、ってこれなんだけどつって出したんです、あのアダルトビデオ、うん、そしたらなんだこれってなるわけですよ、うん、うわやっべえそりゃそうだわこれ切れるぞこれ、うん、カーッと取って、いやこれをね一緒に見ようと思うんだけど、なんだこれお前ってじっと見てるんですよ、うん、で表情もこう相当もう険しい感じになっちゃって、うん、これ切れられんぞってどうなんて言うんだろうと思ってたら、うんうん、私の第一声がこれ無修正って聞いてきて、無修正かどうか聞かれたそっから早い早いすんなり見てなんだったんだろうな、手慣れたもんやで、やっぱそんな世界なんすってやっぱ上行ってるのに、上行ってやっぱさすがだな、親父は父は偉大ですね、偉大です、超えられへんね、超えない。ちなみにその見たタイトルが獅子舞ファックっていうどんな内容やどんな内容や